ドクター山本の血管を若くするお料理教室始めます。今日の料理はお肌喜ぶ納豆酢の物。納豆、日本が誇るスーパーフード。大豆自体が世界の5大健康食品の中に入ってて、それをさらに発酵することでビタミン K やあと味わいが良くなったり消化が良くなったりするということで、ぜひ1日1泊食べたい。毎日食べるにはこれタレがついてきて、からしとかき混ぜてで、まあ、ご飯食べて食べるっていうのが普通かと思うんですけど、やっぱりどうしても飽きちゃうので、特に関東よりも西の方の地方では毎日食べる習慣がないところが、愛知県もそうです、毎日食べる習慣がない人はほとんどいないと思うんだけど、でもまあ大人になってから食べる習慣がない人でも毎日一泊食べたいということで、ちょっと工夫してみました。すごく簡単です。僕西尾の近所のお店さんたまに行くんですけど、すごく魚ヘルシーでいいんだけど、お店さんなぜか野菜料理がないんですね。ただまあそのものがあって、そこのお店さんではもずく酢用意してくれます。納豆巻きの材料してあるんで、まあそれ両方ちょっと混ぜてみてよってやったら意外と美味しくて、ただちょっとなんか物足りないというか濃くないので、なんか良い方ないかと考えました。じゃーん、ごま油。ごま油を加えるとすごく香りもいいし、そのコクが出るっていうか、食べやすくなるというか、結局ドレッシングっていうのは油と酢を、まあそれにいろんな様々な調味料を混ぜ合わせたということで、酢の物の3倍酢に油を加えてドレッシング風にして納豆を食べるという調理法です。まあお寿司屋さんでお刺身とかに大根を切ったツマがドカンとくるんですけど、あれもまあ醤油つけて食べても、とてもあまり全部食べきれなくて、それもったいないので、それに大根のつま入れてみたら、すごく美味しく食べて、まあ結構その健康食品で、かつ、お酒のつまみをなるぐらいのものができたんで、ちょっと紹介したいと思います。大根の千切り、一応スライサーで作ってみます。まあちょっとあればいいんだけど、野菜って水分多くて意外ともこれだけでも約12、3センチ、285グラムあります。スライサーで千切り。あまりたくさんは必要ないので、少しあればいいかと思います。あ、ちょうど235なんで 50g の千切りできました。で、これに、まあ、もずく。最近は、まあ、体にいいってことで、コンビニでも売ってるんで、これコンビニで買ってきました。ちょうど1人前ずつになってて、味も、まあ、3倍酢か、ちょうどいい感じの酢が入ってて甘みもあるし、これ入れます。で、さらに、隣にメカブもありました。メカブも入れます。まあ何入れても結局いいんですけど、わかめ入れても。そうですね。僕のお寿司屋さんはわかめ入ってます。そのメカブも入れます。海藻にはこのフコダインという水溶性のネバネバ成分の食物繊維が入ってて、こいつがまた体にいい働きをすると。結局、お腹の中でもこのドロドロがゼリー状になって、コレステロールや塩分の吸収を抑えてくれるということです。海藻には海の海水の成分、マグネシウムとか亜鉛とかカルシウム、ヨード、なんか結構不足しがちなミネラルが全部入ってます。次で納豆いきます。2人前なんで2パック。これせっかくついてるんだけど、まあなんかなしのがあってもいいかなと思うぐらい。これ使えません。ちょっと最近ネットで見た納豆を取る技やってみます。いいですか？ちょっと注目してくださいよ。お箸で隅っこの方に、おいらっと穴を開ける。穴を開けたら、これ出てきたやつ、上の包装フィルムあります。せーので、お、完璧。皆さんちょっといいのお見せしました。これ入れます。もう一回同じようにやります。端っこの方でフィルムを押し出すと、出てきたらエスカーいきますよ。せーの、おいだ。これ楽しい、気持ちいい、これだけやりたい。で納豆を入れて、皆さんいいですか、ここが肝です。ここから気持ちを込めて丁寧にかき混ぜます。丁寧に丁寧に、美味しくなれ美味しくなれと念じながらかき混ぜると、これがむちゃくちゃ美味しい。全体がこうネバネバにいい感じで納豆がほぐれれば、よくかき混ぜて納豆が一粒一粒、ほぐれるくらいになったら、ごま油最後に入れます。大さじ2、1、2、これもかき混ぜて完成です。試食いきたいと思います。試食したいと思います。お肌喜ぶ納豆そのもの。2人前ですけど、このまま食べてみたいと思います。なんかネバネバ。これはなんか体に良さそう。結局、ネバネバのものってのは美味しいし、体にもいいと。うん、これは納豆がすごいコクあります。海藻とすごいマッチしてる。うん、これなんかちょっと、お寿司屋さんメニューっていうか、どっか居酒屋のメニューに足してほしいぐらいですね。すごい。納豆があんまり匂わないというか、納豆嫌いの人でもいけるかも。で、味変ちょっといきます。味変でラー油かけてちょっとパンチ出したいと思います。市販の結構辛いんですけど、まあ、気前よく、1、2、3プッシュ食べてみます。うん。こんなすごく辛くはないけど、まあ、でも後からじわっと辛みきて、うん。これ美味しいです。これビール飲めそう。
うん、ぜひどっかの居酒屋さんでメニューに追加してください。よろしくお願いします。美味しいです。お試しください。